大沢源氏です。今日はコラボチャンネルをあの西山真紀、あのついに来ました。芸能人が、芸能人登場、女性芸能人がここに西山真紀さんです。おーい、おーい、いやー来てくれましたよ。もうよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。もう今まで来た人の中で一番綺麗。間違いない。どういうつながり？UFC とか、仕事とかで、歌舞伎とかでね、ちょっと、どこで、まあ本当にいい奥さんだ、いい奥さんだってずっと僕らはね、言っちゃいけないんですよ。ね、ずーっと言ってたんですよ。びっくりしちゃってね。びっくりしちゃったけど。まあもう西山さんはもう撮りましたので。え、どんな感じでした？西山真紀すげえなっていう。そうなんですよ。1本目撮った時、はい、撮影スタッフみんな最後泣きそうになってましたよ。感動で見てほしいですね。西山真紀すげえな、はい、絶対思う。でこっちは、こっちは、はいはい、大沢チャレンジ。大沢チャレンジ、大沢チャレンジ、何ですかそれ。これ大沢チャレンジね、はい、僕の顔を殴ったら1万円あげるっていう、はい、ガチンコで本気で殴って当てることができたら1万円あげるっていうチャレンジです。やばー。いや、なんか港区のおじさんが港区のおじさんが、パパガチャ言うみたいなやつの、ね、俺を殴ったら1万円あげるやるよっつってやってもらえますか。やりたいです。ただし、ただしね、一つだけお願いがあるんです。一つだけお願いがある。一つだけ。ちょっとこれ着て、これを着て戦ってもらいたい。何？何？何？スポーツバッグみたいな。何？何ですかね。こういうやつ。え、スポーツバッグ。え、でもちょっと見覚えないですか？こういうバッグ見覚えないですか？ローファー。ローファーあります。これ。ハイソーです。ハイソー。こういうのね。ん？なんか。あれ？何入ってるの？あれチェックの？あれ？何ですかこれ。じゃじゃーん、女子制服チャレンジ。女子制服チャレンジも込みで、おじさん。僕ある筋から聞いた話によるとね、はい、西山真紀女子高生の制服なら着るんじゃないかっていう話が、ね、耳に入ってくる。どんな話？どの筋からですか？ある筋から。ある筋から。34歳になって制服配られると思ってないですよ。あーもうカバンの上の方がね、これね、いや絶対いいでしょこれ、絶対可愛くなるやつじゃんこれ。うわ、もうこってこての JK ですよ。こってこて JK。 これどうしたんですかこれは。これね、はい、ネットです。ネットで買ったんですか。はい、奥さんにバレないように。やだ、完璧でしょこれもうね。完璧ですよこれ。ローファーも。ローファー、え、ってことは待ってください、ローファー履いてやるんですか。当たり前じゃないですか。本当にローファー履いてなかったら女子高生じゃないの。靴下がさ、はい、3パターンあるから、はい、履いてみて一番いい。もうこのチャンネルのスタッフさんグイグイ来る。制服の話になる。じゃあちょっと着替えてもらいましょうか。お願いします。じゃあ一回1万円のために着替えます。よろしくお願いします。3年B組、西山真紀さん。はーい。あれ、来ますよ。来ますよ。衣装とかでも一切出さないんですよ。いや、すごい恥ずかしいです。制服着て人を殴ったことあります？ないです、ないです、もちろんないです。あ、ないっすか。ないです。あの、これがありますよね。バーンっていうのはこれも
と15歳ぶりのショートの制服で、なんか、もう学生時代だ。そうですね、こうやって最後卒業式の感じです。ちょっとあの西山さんに、はい、あのラーメンを歩くように、あーあーちょっとここのラーメン歩いてもらってここのね、ここラーメンを、この距離でガールズコレクションですね。何やらしてんの。いや、すごい。いやこれもう人生で最後だろうな。ちょっとイメージ変わってます。ああ。カメラ見て。何の何のイメージか。すごい組み合わせ。あ、でも新潟出身だったんで、中3の時の手袋は私軍手だったんですよ。だからまさにこれで登校みたいな感じでしたね。中3の軍手で、軍手で、なんか軍手が流行ってたんですよね、田舎は。あ、貴重な子。おー、珍しいわ。いいじゃないですか。お願いします。お願いします。そう、はい、腕しっかりします。はい、いいですね。そう、いいね。右やばくないですか。そう、右がやばい。いや、フック。そう、右フック。ワン、ツー、フックいきましょうか。そう、いいね、もう一回。そう、右。よいしょ。よいしょ。よいしょ。どうかですかね。で、キックいきましょう。はい。そう、いいよ。はい。よいしょ、行こう。はい。ドン、いいよ、行こう。はい。よいしょ。いいよ。ジャンプからいきます。ジャンプ出して、もう一回ジャブ出してオッケー。いいっすね。いいっすね。34年生きてきていろいろ経験すると怖いもんなんもないです。ルールは、ルールは2分間で西山さんが僕の顔を殴る、はい、僕は一切攻撃しない。攻撃はしない。攻撃しない。防御はする。防御はする。はい。で、当てたら1万円。どうですか、意気込みは。いや、もうここまでしたら1万いただいて帰るしかないですね。もう絶対当てたいと思います。それはさせないですけどね。それはさせない。僕は自信がある。わかりました。あれ、スタート大丈夫かな。あ、豪華なスタート。上迫選手が、上迫選手が戦った。上坂がのスタートを申します。よろしくお願いします。よし、2分間ね、長いな。じゃあ行きます。よーい、スタート。行こうとしたら手使わないとダメだなと思って。そうでしょ。手使っていいって言ったよね。そうです。本気で手使っていいですか。あ、やっぱ結構来るな。手使っていいですかね。そういうのでいきましょう。はい。怖い、怖い、マジで。あー、ペイントかけてきた。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 怖い。あっ、あっ、ペイントかけんの。なんでそれ1分経ってない。リハーサルで、はい、うちのやつとちょっとやってて、はい、これフェイントかけられたらきついねっていう話をしてて、
フェイントかけたでしょ一回ギュンってやって俺反応しちゃったところでわーってやってこう左フックそう左フックをフェイントかけてきたんですよだって大沢さんずっと格闘技一緒に見てる時とにかくフェイントが大事なんですよどうのどうのって言ってたからそれ覚えてたから一番さんもう一回だけチャンスもらってもいいですかあさっき俺フェイントありだと思わなかったんですよどういうことだよフェイントありルールだと思ってなかったからフェイントありルールなんだってありでしょ普通え普通のありじゃんいやフェイントありルールって書いてなかったから格闘技だって肘ありとかいろいろ何々ありとか、はい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 、そういうのあるじゃないですか、はい、だから今回言いますよフェイントありルールでやりましょうさっきのはちょっと俺フェイントなしルールだと思ってたんで、はい今回はフェイントありルールでさっきはちょっと反則だった西山さんが反則になるさっきどんなんだ西山さんが反則だったからだって反則だったから自食は負けになってたなんかいろいろ言ってますけどどうですか西山さんもう一回やりましょうかっこいいなやばいな当てればいいですよ当てればいいリフ長いですね長いですねこれはあの早くしないといきましょういきます、はい、よーい、スタート怖え。すごい。当たりました。追い込みが半端なかったよな。俺負けですか。完全に負けてますね。負けですか。はい。やっぱ気合がすごい。気合がすごい。いやすごい。すごい。すごいっすね。もうやってやりましたよ。やってやりましたよ。二児の母、34歳やってみましたよ大沢さんが多分、私の左、ジャブが得意だと思ってだからジャブで攻めてくると思ってるっぽい 目をしててずっとこっちの上からのやつを 目がそっち行ってたからこっちが振っとくかなって真ん中ぐらいから行ってるかと思ってなんか西山真紀ってこういうパターンっていうのを目にしてました格闘IQ の高いです格闘IQ が半端ないのよこれね元気本当ですか1枚おめでとうございますおめでとうございます最高までよおめでとうございます完全にやったーやったイエーイ制服に1万円持ってるってヤバくないですか完全に強くなりたいやつはチャンネル登録しろよ